が高貝先生の作品展です。では入っていきます。こちらは命という作品です。みことと読みます。です。みことと言います。読みます。自分の命を。こちら作品気をつけて。自分の命を大切に、なんやらに生きてほしい。そんな思いを込めて。なんやらって何？なんやです。どこなんやらって。ここです。丁寧にね。あ、そうですね。すいませんね。で、こちらは阿部先生が使ってた筆です。馬の毛なんですね。馬の毛です。特別にいいですよ。優しく。馬の毛です。わかるの？なんか、あの馬乗ってるやんか、こういう そのなんか感じがあります。じゃあ馬ですね、はい、ありがとう。で、こちらはゴールド。 Yes, gold. Gold. 君らっていうんですね。こちらは初めての作品なんだよね、先生の。うん、アクリルを使って息を吹きかけて作ってるって言ってたよ。え、口に絵の具を含まして。違う。口に絵の具を含ませるんじゃなくって、息で吹くって、ふうふうって吹く。そういうことね。うん、それ京都新聞の記者さんも言ってはったわ。口にですかって。違います。で、こちらはテールですかね。なんかこれは。これ手で書いた？え、先生に聞いてみて。水。先生に聞いてみてください。そちらにいらっしゃるし、おちゃん、ハートの作品どうやって描いたんですか。先生、先生、ハートの作品はどうやって描いたんですか。ハートの作品はどうやって描いたんですか。ありがとうございます。ハートの作品はね、ピョッピョッって描いた。指？え、指ですか。じゃなくて筆。あ、筆、筆だった、筆だった。筆？筆で描いてます。はい、はい、ありがとうございます。般若心経が踊ってます。風で、今日は風が強いね。うん、お花もたくさんもらって、そう、綺麗なので、こちらは大きい作品で、長いね。若心経。若心経。般若心経って読みます。若いは若い。若心経。般若心経。大きいね、作品。ね。これは布に書いて貼ります。はい、サテン生地です。その後ろの犬がね、ちょっと先から気になりますね。あ、すみません。はい、気をつけましょう。で、こっち、はい、こちらは、これ読めますか。1です。正解。で、これを書き終えたら私は死ぬでしたって。え、書き終えて先生死ぬでした。これ
書き終えたら私は死ぬ。ピントが合ってる。ピントが、はい、これを書き終えたら私は死ぬ。死ぬ。ここですね。命を捧げて書いたっていう意味だね。そうですね。唯一無二の位置。風強いね。で次はこちらですね。そうですね。こちらは起きるです。起きる、起こす。起きる。ちょっと薄い墨だよね。2種類あるのかな。表裏は一体、まさしく美と人間はその自然の中で生かされている自然の部分、自然の一部分です。次の作品はこちらです。こちらもさっきと黒い作品と同じように台に絵の具をのせて息を吹きかけた作品です。すごい綺麗だね。うん、色の色うん、うん、もうワンコがさっきからぽい、ゆらゆら、うん、次はどこまで行く ?2 回も行く1回とりあえず1回、1回で止めたら。こちらは出会いの言葉です。という作品です。読める？必然だと私は思う。世界中にたくさんの人がいる中で同じ時代に出会えた人たち、その全ての出会い、奇跡に感謝し、人のつながり大切に深めていきたい。人の出会いも公園すべての出会いはいただいた最高のプレゼント、宝物です。合うです。すごい、ね、読めたの。でこっちは、うん、ありがとうの言葉です。いつもありがとう、支えてくれてありがとう、そばにいてくれてありがとう、見守ってくれてありがとう、思ってくれて、思ってくれてありがとう、自分のことのように喜んでくれてありがとう、一緒に泣いてくれてありがとう、励ましてくれてありがとう、信じてくれてありがとう、話を聞いてくれてありがとう、勇気づけてくれてありがとう、理解してくれてありがとう、ありのままの手を愛してくれてありがとう、ありのまま私を愛してくれてありがとう、私を愛してくれてありがとう、素直に言いたいありがとうです。ありがとうございます。風がありがとうございます。すごい風、般若心経踊りまくる。じゃあ一旦ここで、はい、はい、ね、後ほどじゃあ2階とこちらを紹介しますね。ありがとうございます。ゆーちゃんありがとう。第2弾もよろしくお願いします。